ジャンディリンはアメリカ合衆国出身のポルノ女優。ジャンディリン2007年中国系アメリカ人として米国のハワイに生を受け、2007年おおよそ22歳の時にポルノ業を指導。その指導のきっかけはクレイグスリストを通して広告の仕事を受けたことにあった。てっきりビキニを着用する程度のものであろうと思っていたところやることになったのは 中国人の勝負のコスプレであったのだという、スローテッド13という作品への出演を2007年に行ってからというもの、それから2009年までにおおよそ40本のポルの映画作品群に出演。そうした中で2009年にあっては、それらのうちの3作品がアベンアワードの各部門にて最高賞の候補としての選考を受け、さらには、 自らがアベンの最高新人女優賞の候補へ。結果としては、ストーヤに決まったことでこの賞の獲得はならなかったものの、同年のうちに、エクスビズというアダルト雑誌の同種誌の,の賞の候補者ともなり、その翌2010年にはまたも自身の出演作が、アベンアワードの一部門の最優秀作候補となった。その背中全体から胸までにかけて、花柄、鳳凰、 漢字表記の自身の名前のタトゥーを施している。ありがとうございます。